中力一生反抗期。こんにちは、パチオのナズです。ウッシーです。オルチョ出身ユッティアです。日本一おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー素晴らしい、本当にね感動しました。マジでやっとって感じですね。なんかはい、ね、今回出した記録が何キロですか？678キロでした。678ですよ。66キロ級での前の日本記録が662.5 です。ってことは17キロぐらい約で、しかもあのまあなんか678って微妙な数字になってるんですけど、うん、それはデッドリフトのね、はい、デッドの日本記録280.5を申請しましたので、そういう記録になってます。あげたんでそういう記録になってるんですけども、率直に今の気持ちはどんな感じですか？気持ちですね、複雑です。やっぱ700っていうのを公言してやってきたんで、それに22キロ足りてないっていうところがどうしてもなんですかね、モヤモヤ感があります。ただ、まあ、日本記録と、あ、まあトータルとデッドリフトの日本記録っていう、うん、この目標を達成できたのが良、まあ、かったなっていうのがあるんで、うん、まあ、そこが唯一の救いというか、はい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 、まあ本当世界に向けてちょっと、まあ、休んでる暇ないなっていう感じです。本当にもう次に向けてすぐにやっていかないと、世界6月なんですよ。あ、割とすぐですね。はい、もう3ヶ月後じゃん。3ヶ月後なんで、全然もう減量スイッチも切らずに、うんうん、もう継続でいきますんで。70キロ金をキープ。はい、70キロ、だから72とかは絶対いかない、うんうんうん、いっても本当乗っちゃって71ぐらいで抑えとかないと、うん、今後やっぱり厳しいんで。今日はですね、これ戦いの裏側ってやっぱりなかなかこう語ってくれないじゃないですか。はいはいはい、はい、まあそれ語る場面がないっていうのもあると思うんですけど、うん、なんで、まあ、ちょっとねこうどんな感じだったのかって試合の流れをいろいろ聞きたいんですよ。了解しました。試合までのそのね、旅行じゃなくて飛行機ね飛行機と、はい、その、ね、大変じゃないですか今回の場所が、はい、沖永良部島っていう鹿児島県にね入るのかな。はい、飛行機何回乗ったんですか？飛行機は行きだけで3回。3回っすよ。だから、ね、そう、羽田行って沖縄行って沖縄から沖永良部っていう感じでしたね。やっぱ北海道はねそれがあるんですよね。もうほぼ沖縄みたいなところなんで、うん、鹿児島っていうよりかは。でも1日は移動で終わった感じですよ。そうです、もう10時間かけて移動したんですよ。世界旅行だから世界大会のいい予行演習みたいになりましたけど、あそういう意味ではちょっとプラスに捉えてますけど、はい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 、まず、まあ、そこは普通にじゃあ10時間かけて、まあ、ヘトヘトっすよね、はい、それで。まあ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 ちょっとそうですね、ずっと座りっぱっていうのはなかなかね、うん、で、まあ、会場入りして、はい、で、まあ、あの動画があったんでその流れは何となく分かるんですけど、うん、当日の朝にかけて水を抜いてったんだよね。はい、半身浴いつも通り。まあ、今回午後からの試合だったんですよ、うんうん、15時半、うん、競技開始だったんで、うんうん、はい、前日の22時ぐらいから半身浴始めて、はい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 、で 1.5 キロぐらいかな水抜いて、うん、でも朝起きで 66.0 もう完璧でした。じゃあなんか多少ちょっと食べながら過ごして。そうですね、多少はちょっとこうちまちま、うん、軽いものでね、はい、水分取りながらみたいな感じで体重計見ながら、はい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 、朝は調整してましたね。減量後、減量も午後。そう、減量も減量がね、何時でしたっけな、13時。あ、そう、13時から減量だった。2時間半の体重計との戦い。そうそう、すっげえ長かった。わ朝 ね、そう、朝さ、本当は俺もう10時ぐらいに目覚めたかったんだけど、はい、7時ぐらいに目覚めちゃって、そっから寝れんくて。まあだよね。そう、インスタライブやったもん。あ、やってたやった。そう。もうこの時間苦痛すぎると思って、なんか時間早くしてえなと思ってインスタライブやった、うんうん、でインスタライブやったらやったでめっちゃ喋るじゃないですか、うん、口乾いてきて辛くなってきて1時間でやめた。1時間結構やってるんですよ。で、まあ、13時に減量終わって、はい、リカバリーをして、はい、焼きうどんみたいなの食べてたよね。あ、そうですね、いつもうどんとか、まあ、とりあえず消化いいものバナナとか、うん、まあ、みんなそうだと思うんですけど、うん、食べて、じゃあそれを食べてリカバリーして、でスクワットのアップに入って、はい、でまあ、アップはいつも通りあの速度測る機械を使ってね。そうですね、レップ1を使ってやってましたね、うん、調子はどうだったんですか？その調子は良かったっすよ、普通に、うん、レップ1の速度も悪くなかったし、まあ、ただいざ試技したら、まあ、気持ちやっぱりちょっと重かったっすね。あ、うん、なんでなんですかね、分かんないっすね。そう、なんか北海道大会とはまた違うあれが、北海道大会は軽かったんですよ。あのアップが重くて試技軽かったんですよ、北海道大会は。今回はアップ軽くて試技が
いざ持ってみたらちょっと重っ、ちょっと重たいぞっていうのが正直ありました。なんで235を第3で考えてたんですけど、はいはいはい、当初は、うん、だ230、結果第3230になって、うんうん、まあ 32.5 までだったかなって感じです。終わってみれば、まあ、30やった結果、うん、32.5 だったらいけたかもな、うん、みたいな。ちょっと5になるとだいぶもう本当五分五分の戦いになってくるんで、やるべきではないなって感じです。なるほどね、うん、じゃあスクワットはまあ調子悪くもないけど、そうですね、よくはなかったという、まあ、だいぶその慎重にいきました。ここで35無理に取りに行って、うん、日本記録の更新のチャンス逃すっていう可能性、まああるよね、あるんでスクワットでこけたら、うん、だから安全に安全にって言ったら変ですけど、まあ、30は確実に取ろうっていう風にちょっと思考を変えました。でもなんか去年を見てると230まで伸びるって俺は本当に思ってなかったし、思ってなかったでしょ。いや、そうですね、あの僕も10月の北海道大会が終わった時点では今回の大会で目標を220って言ってたんですよ。あ、はいはいはい、はい、だからプラス10キロぐらい伸びてるからスクワットは本当に誤算でした僕の中で。あ、いい、ね、ここまでそう伸びるか、うん、いやすごいですよ。そうそうそう、だって苦手っていう意識があったから、うん、いや苦手なんで、だからいいな、ね、練習では240まで立てたんで、そうそうそう、まあ、世界ではねやっぱりもうちょい欲しいんで、やっぱまあでも今スクワットも絶賛爆伸び中なんで、うん、現在進行形で、うん、だから練習で250一回出したいなと思ってます、うん、そしたら試合で66に減量して240っていう数字が見えてくると思うんで、ね、はい、引き続き頑張ります。頑張ってください、はい、でまあ でスクワットが230で終わって、はい、ですぐまたベンチがあるんだもんね。はい、そうです。だからその裏で74キロ級が多分やってるんだよね、うん、でその間にアップをしてベンチだから、そう1時間もないか、全然ないですね今回。しかも66キロ級で欠場者がいて、うん、まあ、はい、あのもともと動画で出してた佐竹さん、はい、レジェンドの井上さん、はいはいはい、欠場したんですよ、はい、でパワーチューブの直人さんレジェンドのこの3人この3人がいなかったんですよ。だから、はい、当初9人で回す予定だったけど、はい、3人だけだって6人で回す、めちゃくちゃ早い。そう、そこがね、つらかった、ぶっちゃけ。ごめん、じゃあ、マジさんがなんで欠場したんか。ごめん、ごめん。いや、でもね、まあ、それはみんな、66の選手、みんな同じなんで、状況は同じなんで、全然関係ないですけど、まあ、ただ、ね、みんな大変そうだったなっていうのは、正直なところです。6人で回すのは、多分めちゃくちゃ大変です、本当に。すぐ来るから、本当、第1から第2。確かに、動画見てて、だって、もう牛みたいな。そう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 。見てる方としては、早く回るから、うん、なんかね、いいんだけど、ね、やってる方はね。やってる方は、本当、もうって感じだったもん、マジで。そうだよね。あっという間に第3。うん。だから、ベンチのアップも短いわけだ。短かったです。あ、まあ、74は10人ぐらいいたのかな、確か。そうなんだ。だからまあ、まあ、そこはそんな焦る感じじゃなかったです。ただ、66の試技が早かったね。うん。合計も1人なんですよ。海老原さんっていう。ああ、今回優勝した。したしかもね、はい、M1 の日本記録も。いや、すごい。うん、です。ベンチのアップやってる時はどうだったんですか、調子は。ベンチはですね、重かったっすね、アップから。なんですかね、ちょっと反省っすね。ちょっといろいろ変えて、行こうと思ってます。ベンチは本当に試合で、まあ、減量の影響を一番受ける種目は僕ベンチなんですよ。あ、スクワットじゃないです、ね、当時はスクワットでした。ただスクワット その腹圧だったりその呼吸の使い方が上手くなってから、スクワットは試合で結構軽くなるようになったんですよ、うん、ただどうしてもベンチが、うん、プレスの強さが明らかに減量で弱くなってしまう感触は、まあ、正直練習からありました。っていうか60だったら、160だったらね、そんな変わんないですよ、減量しても。体感。ただ、70になった時の上げが減量期とそうじゃない時で変わってくるんですよ。なるほど、なるほど。だからそこの70の処理の仕方だと思うんですよ。これは技術の面で補える部分だと思うんですよ。だから、本当いろいろちょっと秘策をベンチはこれから考えてます。今回はね、167.5 第2でやって、はい、第3、170が、はい、まあ、上げたんだけど、ポールをね、そうです。確か無視になったのかな。はい、なんでまあそうっすね、まあもうぐらいだもんね、僕はもうプが聞こえた瞬間に押すイメージで、まあ、いつもやってるんで、うん、なんかまあしょうがないっすね。あれはちょっと早かった、うん、まあ早かったと思いますね、うん、まあ、動画見てると言う前にはちょっと押し始めてたと思いますね、うん、あそこもしっかり今後精度高めてっていうとこっすね、うん、まあ正直70重かったんで気持ちも焦ったっていうのもありますね、うん、75を本当は目指してた時
ところだから、うん、だからベンチがトップと一番誤算だったのが誤算ですね。だって前回大会、北海道大会で 72.5 をしてますから。そうだよね、72.5 をしてて今回 67.5 かっていうのは正直ありますよね。マイナス5っていうのはだいぶベンチででかいんで、うんうん、まあ、ここは本当一番の反省点かなと思います。でここの時点でサブトータルで390、はい、だったそうです、 7.5 か、はい、で2位の、2位じゃないな、同率だったよね、はい、渋谷選手と、そうです、渋谷選手と同率でしたね、サブトータル。だから結構ね、多分見てる人たちとか、僕ら速報してたじゃないですか、はい、公式 LINE で、 で聞いてる人たちは、おお、どこ行くかみたいな感じに焦ってたと思うんですけど、まあ、デッドがすごく得意なんで、はい、そうですね、そこでアドバンテージがあるんで、うん、まあ、でも何あるか試合では分からないんでね、まあ、間違いないです、うん、で、そのまま今度、デッドのアップに行って、はい、心境的にはなんか、どうだったんですか。いやー、その、デッドの第一で日本記録を決めるって決めてたんですよ。それはずっと前から、前から、うん、トータルの日本記録、はいはいはい、662.5 を超える665を出そうと思ってたんでね。そう、はい、だから本当は260を第一で考えたじゃないですか、うん、だから260でトータルの日本記録更新できるぐらいのサブトータルに持ってきたかったんですよ。ああ、なるほど、はい、だサブトータルが思ったよりいかなかった。そうです、7.5足りなかったんですよ、うん、はい、その260第一で上げて日本記録更新、うん、っていう状況に持ってくまでに7.5 足りなかったんで、うん、第1上げました、267.5 に。まあ、260上げてもしょうがねえなと思って。本当はね、良、はい、くない方ですけど、良くない上げ方ですよね。はい。まあ、日本記録がかかってて、第1で取りたかったっていうのがあったんだよね。はい。チャンスそうないですもんね。そうそう。まあ、このトータルの日本記録を、まあ、ここで仮に、その267.5 失敗して、落としたらもういいなっていう気持ちになれたんですよ。逆にね、はい、吹っ切れたんですよ、はい、まあ、結果全然良かったですね、うんうん、だってインスタライブやっててちょうどその時間見れたんで、はい、見てたんですけど、第一 267.5 って見てマジでと思っちゃって、うん、でだってそもそもの今北海道大会出したのが275とかだったじゃん。そうです、だからマイナス 7.5 でしょ、はい、マックスの試合で出した記録の、マジで第一でやんのと思って、うん、あ、まあ、ちょっと僕も勇気いりました正直、ね、はい、で実際に見ててわドキドキするなと思って見てたでしょ多分、うん、ていうか LINE してましたからね、やるタイミングで、ね、大丈夫みたいな思ってやばいみたいな、ドキドキするって、でいざこうやってさ、ね、やったらさシューンって上げるじゃん、はい、軽いみたいな、普通に軽かったですよね、うん、軽かったっすね、うんうん、思ったより僕も軽くてびっくりしました、うん、やっぱデッド試合軽いんですよ、うん、これはもう間違いない。逆になんか変な不安定感もなく、うん、めっちゃ綺麗な、そう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 、すっげー慎重に引きましたね。まあこれは白だなっていうね、ほんとスッと上げてね、うん、はい、でまあ日本記録ってなって、はい、で第二試技が今度はデッドの日本記録、そうですね、来ました、木内選手が持ってた、はい、280キロを 0.5 キロ超える、そうですね、日本記録更新は0.5 刻みで更新、ね、申請できるんですよ。だから次するんだったら281でもできるってこと。そうです、で、まあ、280.5 を選択して、はい、割と普通にスッと上げたように見えたんですけど、はい、実際どうだったんですか。重さは軽かったですね。めちゃくちゃ。ああ、なるほど。ただグリップがちょっと危なかったですね正直。ああ、うん、外れそうだったんだ。はい、僕フックグリップやってるんですけど、うん、はい、親指を深く本当は握り込みたいんですよ。深く入れて握り込みたいんですよ、うん、ただこれをやってしまうとすぐ行っちゃうんですよ、まあ、もう今行ったんですけど、ね、あ、指がね、こっちの親指がパカッと割れちゃってるんでバッツリ行っちゃうんですよ。だから第1台には親指を浅めに入れて握るフックグリップやったんですよ、うん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 、そしたら第3まで親指の破壊を取っとける、取っとける、第3でもう爆発するのはいいじゃないですか。はい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 、だから第1台にはある意味その親指の温存のデッドリフトだったんですよ、うん、ただ外れやすいんで、うん、要注意っていうところでギリギリ持ってくれたんですよ。なるほどなるほど、だから良かったです。あ、本当でもあと 0.5 でも重かったらグリップアウトしてたんじゃないかっていうぐらいギリギリでした、うん、だから 280.5 で申請して本当良かったね、うん、82.5 で申請しようかなって最初思ってたんで良、うん、かったですね。そこはそうだった、ね、普通に軽く見えたけどやっぱそういうのがあったんですね。ありましたね。そっか、フックグリップゆえのっていうのなのかな。はい、なんでちょっと今後はオルタネイトの練習もしっかりしていこうっていうのは今後の僕の一つの秘策として、まあオルタネイトの、もともとオルタネイトでやってたんで、うんうん、まあ、すぐ感覚は取り戻せるかなと思うんですけど、ただフックに対しフックと同じぐらいの重量まで上がってきてくれるかっていう、うんうん、そこの心配もあるんで、まあ、どっちで世界大会行くかっていうのはまだ
これからやっていかないと分かんないですけど、ただやっぱりフックでやってたら圧倒的に素手のデッドリフトの練習回数が増やせないんですよ。うん、もう親指すぐ限界来ちゃって。あ、ちなみに見てる人分かんないかもしれない、フックっていうのは親指を中に入れる。そうです、はい、だからバーとね指の間に挟むんですよね。そうです、そうです。でここがやられる。そうそうそう。でオルタネイトっていうのはこれね、はい、吉田さんフックでやるんで、はい、そうです。それで指が行きやすいっていうことで、うん、今オルタネイトしよう、はい。まあ今富士山のもとをしっかり毎回その統計取ってるんですけど、うん、デッドだけ無駄がすごいんですよ。だからしっかりそこの統計も正確なデータ出していかなきゃいけないんで、うん、ってなるとやっぱり素手の練習回数をもっと増やさなきゃいけない。今はあれを使ってんのかな、グリップ。そうです、パーグリップ使うんですけど、うん、結局パーグリップと素手で全然変わってくるんで、まあ、変わるよね、はい、だからやっぱ素手の統計を出さなきゃいけないんですよ。でスクベンチはしっかりそれができてるんで、うん、まあ伸びていってるってのはあるんですけど、うん、デッドはそれができないんで、なんか大会で一か八かみたいな感じになっちゃってるんですよ、はいはい、それが良くないなと思って、もっとやっぱり安定した練習していかなきゃいけないんで、うん、ってなるとやっぱオルタネイトの習得一つ必要なのかな。ここに来てまたこう位置に戻るというか初心に戻って。そうですね、オルタネイトなんですね。まあ、まあ、あとは本当オルタネイトがハマってくれるかどうかってとこですね。まあ、ハマんなかったら今まで通りフックで世界大会も望むし、うん、まあでもやっぱ今後300とか引くって考えると、うん、フックのグリップもどうかなっていうところもあるんで、まあやってみてですね、まあ、もしかしたらフックのもっといい握りが自分の中で見つかって、はい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 、っていう可能性もあるし、うん、まあ、これは今後試行錯誤していく中でどういう方向に行くかっていうまだ分かんないですね、はい、ただいろいろ試したい、試したいな、まあ、時間ないですけど、とりあえず2ヶ月間、3ヶ月後世界大会なんで、この2ヶ月間はもういろいろ試しまくる、うん、まあ、あとはしっかりボリューム高めて追い込みまくる、うんうんうん、そういった期間にしたいなと思います。なるほど、はい。で、まあ、第2、280.5 で日本記録達成、はい。で、最後はもうずっと言ってた290。はい、290。デッド、チャレンジ第3して、はい、で、結果は。ダメでした。ね、第3はね。はい。僕の悪い癖が出ました。うん、上がりが、浮きが軽いんで、うん、開始の時に、こう、ちょっと顎上がっちゃったんですよね。はいはい、はい。顎上がって、上体がこうやって先行する開始をしちゃったんですよ。うん、はい。で、それって軽かったらそのままバツンっていけるんですけど、うん、自分の、マックスギリギリになってくると、うん、この時にこっちまで来てくれなかったら一回やっぱ下がっちゃうんですよ。あ、なるほど。だからまあバーちょっと下がったと思うんですけど290、うん、そうなっちゃったんですよね。まあ失敗判定になっちゃいますよね、 その時点で。あれは状態を先行させないしっかり返しっていうのをやんなきゃいけないんで、ちょっと気持ちが先走っちゃったなっていうのがありました、うん、ただ絶対引けるなっていうその重さでした、うん、まあ見てる感じね、はい、普通にまあもちろんマックスなんで軽いとは思わないけど、うんうん、まあ練習で素手で290って持ったことなかったんで、うん、そこで1回でも持ててればまた変わってきたんでしょうけど、はいはいはい、やっぱり一発試合で本番でってなるとやっぱそういうことですよね。練習でやっておければなっていうのは、まあ、いやもう振り返りが自分の中でめちゃくちゃあって、ちょっと話聞けない、はい、各種目の、うん、だからもう早く練習してなっていう、もう気持ちに溢れてます。で、今日初練習、あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。同じこと言おうと思ったんで大丈夫です。今日初練習ね。行ってきました。行ってきて。はい。で、ちょっとピークアウト。まあそうですね。ちょっとやっぱり重い、まあ重いのはもう分かってたんで、分かりきってたんで全然落ち込むとかそういうのはないですけど、まあしっかり、芯で捉え続ける。っていうことをテーマに、ビッグスリー、スクワット、ベンチプレスやってきました。こう、ピークアウトしたから重いな、じゃなくて、そこはそこで課題を持ってやってる。もうしっかり、まあ丁寧にっていうところですね。もう次見据えてますよ、マジで。世界一になりますから6月。世界一はちょっと自分的には何キロ上げたらいけるんだろうなみたいなのってある。700から700、いやどうなんですかね。正直わかんないです。うん、ただ僕の調査で一、うん、人だけ305上げる選手がいるんですよ。デッドいいの？そう。ああ、なるほど。デッドで、はい、世界305、66で、66で。この間その選手700出した選手なんですけど、うん、まあ多分その ITF の世界大会。66で6月出てくるであろう選手なんですけど、うん、一番デッド強いです、出てくる人で、おそらくは、はい、なんで多分その人に最後かぶせられる展開になると思うんですよね、うんうんうん、ただその人以外にはかぶせれると思うんで、僕多分2番目に強いんで、デッドの記録がね、はい、はい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 、だからそうですね、その人以外にかぶせるっていうところまでスクベンチで持っていきたいな、うんうんうん、でまあその人305の人より重いのを第3でやるっていう展開にはちょっと考えづらいんで、ぶっちゃけそこは、はい、そこはまあその人の失敗待ちみたいな感じになると思うんですけど、
プレッシャーかけてやろうかなと思ってます。だからやっぱり勝負はそのデッドの前の2つがすごく大事になってくる、はい、そうですね。デッドでかぶせる、でそこで安定して引きるっていう、そういう練習をこれからやっていくんで、だからかぶせる自信はあります。マジでやります。楽しみですね、うん、やりますよ。いやでも本当ここまでね、まあ世界一になるとは思ってましたけど、はい、こんな急に強くなると思わなかったんでそういやでもこれ直人さんのおかげです。っていうのも、あの僕は世界一っていうのはちょっと言えなかったんですよ今まで、うん、だって705とかチャールズ・オッポコっていう選手なんですけど、2018年のパワーリフティングの世界大会で705出したんですよ、うん、今のまあ世界記録なんですけど、はい、まあ、当時僕その時560とかなんで、はい、うん、もう無理だってちょっと自分の中では思い込んじゃってた、うん、こんな766で700なんて記録を出されたもんだから、うん、もうちょっと世界は無理だなっていう気持ちになってたところを直さんに、いや世界一いけるでしょって言ってもらえたんですよ。あ、メンタルブロック話しちゃった。結構そのさすがに世界一はねみたいな雰囲気あるじゃないですか、うん、パワーリフティングのノーギア、はいはい、まあね、だって世界のレベルやばすぎるじゃないですか、まあまあまあ、高すぎるじゃないですか、うん、っていうのにちょっと僕も負けてそういう気持ちになっちゃってたんですよ。でも、うん、直人さんがもうなんか曇り一つない目でいや世界一いけるでしょ石山さんならみたいな感じで言ってくれたんで、あ、そう思ってくれるんだって自分の中で思えたのが、本気で世界を目指すっていうところになったきっかけでした。これはマジです。いやだって思うでしょ、ウッシーには自信持ってますから、ね、うん、俺だってあの基本自慢するとき牛山さんの名前だなお客さんとかにこう、いや俺 あの一緒に来てるメンバーめちゃくちゃ強いですよって、はい、こっちは絶対世界一になると思うんですよねって話めっちゃするんで、はい、だからこいつ自分のこと自慢できねえやって思われてるかもしれない。僕らしたらみんなってすごいですよ。でもさ思うよね。いや思いますよ。でも僕はもう最初のそのさっき出ましたけど、木内、うん、さんのデッドリフトの日本記録、ああ茨城見たね、目の前で見てて、その時に多分一緒に戻ったりとか、それこそ渋谷さんのとこ行ったとか、うん、っていうのの時期から見てて、いつか日本記録取りたいな、うん、っていうところでから始まってるのをなんか知ってるんで、はい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 、本当に全部取っちゃったよというか、うん、言ってたやつ全部やっちゃってるよっていう、うん、いやでもその時世界の話は出てなかったから、うん、そこを今なんか見れるようになってる石山さんを見て、なんかもうやべえって、すごい本当に。でも本当そう思わせるオーラもあるし、やっぱそのやってることっていうんですか、努力してる姿を見てるんで、まあ世界取るだろうなっていうのを自信持って言ってるんで、ね、頑張ってください本当ここからも、はい、マジでなります、世界一になります、はい、でね、パワーリフティング本当楽しいんで、やりたいなと思ってくれる人がそうですね、うん、増えてくれたら嬉しいですね、うん、まあ、4月には僕らも大会を開きますし、はい、まあ、どんどんこう大会ね開いていきたいと思うんで、普及できるように石山さんの実力でもうもっともっと牽引してくれたら、はい、頑張ります、思います、よっす、まずは日本チャンピオン日本記録おめでとうございます。おめでとうございます。たくさん喋りましたけど今日はこんなところですかね、はい、はい、この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録をしてパワーチューブに入部お願いします。皆様良いパワーライフを。